大将です。今、広島の時短休業要請が、延長されてるんですけど、まあ、そのちょっとその話をします。追加で今、また今週から18から、2月27まで延長されてるっていう状況になってます。なんですけど、まあ、当初の予定だとね、準緊急事態宣言っていう都市っていうことになってたんですけど、なんかね、だいぶ減ってきたんで、これ外されましたっていう、国が許可くれませんでしたっていう。なんで、1店舗あたりの協力金が1日6万円、これも休みの日も全部出るっていう話で、まあ、21日伸びるんで、21日分、126万円くれるっていう話だったんですけど、まあ、この準緊急事態宣言都市っていうのが外れたんで、まあ、結局その国が2万円くれるって言ってたのがくれなくなったんで、まあ、4万円に減額されましたっていう感じなんで、まあ、最近ねちょっと見てると、時間短縮営業っていうのが7時までのアルコール類の提供で8時に閉店っていう条件なんですけど、これがね結構8時まで営業してる店が、ね、結構増えたような印象がありますね。どんぐらいかな、まあ先週に比べるとね結構増えましたね。やっぱり開けてるところがありますね。これなんでかっていうと、時間短縮でも休んでも一律4万円なんですよ。この4万円が休んでも開けても4万円くれるっていう。なのでまあ3時間ぐらいでも営業して、まあ1日あたり5000円でも1万円でも稼ぎたいっていうお店が増えたっていうことですね。まあ、今まできついんでちょっとでも稼ごうっていうことですね。なんですけど、ちょっとねこれは、まあ、飲食業界なんでいろんな話入ってくるんですけど、まあ、看板だけ落として営業してるお店が8時なって電気は消してるんですけど、結局なんかずっと中の電気ついてて、まあ12時ぐらいまでやってるんですかね。ああいうお店がちらほらありますよっていう情報がちょっと入ってきてますと。でどういうことかっていうと、まあ多分ね常連さんだけとかを入れて、で従業員も服とか制服とかじゃなくてもう私服で働かして、なんか仲間内で集まって飲んでるみたいな。たまたま従業員も来てたから、従業員の子も飲みに来てたんでちょっと手伝ってもらってるみたいな感じの風で、まあ言い訳でごまかそうっていう、もしバレたらですね。まあ、そういう店がねちょっとあるっていう話はやっぱり何件かは聞きましたね。まあ同業者なんであんまりね名前とかは言えないですけど、僕もまあ直接行ったわけじゃないんでそういう店もありますよっていうことです。まあ、なんでこうねみんな8時まででも営業したりとか、まあ、看板を落として隠れて営業したりとかするかっていうと、やっぱねこの6万円が4万円に減ったっていうのがね一番大きいんだと思いますけどね。ここが、まあ、4万円だけだとねやっぱちょっときついかなっていう、家賃とか考えるとですね。なのでねやっぱりこう6万円だと、まあ隠れて営業する店はそんななかったと思うんですけど、やっぱり 4万円減ると増えるっていうのは、まあ、僕の見た感じいろんな店のパッと見たらもう売り上げも大体僕分かるんで、広島
で広島というか、まあ、広島県ですかね、県とか、まあ、東京とか大阪とか以外の大都会以外で、まあ、これはまあ協力金というのは休みの日も全部出るっていう計算なんで、1ヶ月180万ぐらい売るっていうお店は、まあね、3分の1ぐらいしかないと思いますね、僕の考えでは。まあ、大体パッと見て店の大きさとか場所、単価とか、まあ、席数とか、まあ、見るとね、大体売り上げ分かるんで、まあ、なのでね、180万円売り上げるお店っていうのはもう3割ぐらいしかないんで、それ以上売る店はですね、なんで6万円もらってたらみんなね、多分こういう営業とかもしなかったと思うんですけど、さすがに4万円じゃねっていう感じでやってるっていう感じですかね、僕が思うのはですね。うん、まあなんで、今からまあ広島がね収まっていけばね全然いいんですけど、まあ、結局この2万円減ったことによってこういう営業するお店が増えて、うん、まあ今ねちょっと減ってきて50人とかぐらいになってますけど、5、60人ぐらいになってますね、1日あたりが。結局その5、60人がずっと維持されてってまた延長っていうことになる可能性はまああるんじゃないかなっていうところなんですけど、これ6万円でね全部閉めとけばねそんなことなかったと思うんですけど、まあ、ちょっと最近は空いてるお店が多いし、夜中通っても電気ついてるよねっていう、まあ10時ぐらいになっても店の中10あの電気ついてちょっと人がいるような、ちょっと飲んでるような感じのお店がちらほらあるんで、うん、まあ2月7日に終われるのかっていう、ちょっと、僕はねちょっと不安だなっていうのをっていう話でした、ね、今日は。で、まあ、また、ちょっと飲食の情報とかも回ってみて見てきますんで、また見てください。じゃあまた次回、バイバイ。